リリスにお任せは、アサミ著、カエデ、チョ、コリエバ・リコ、イラストによる日本のライトノベル、電撃文庫より出版。第14回電撃小説大賞の最終選考作品の一つだが、受賞はしていない。第14回最終選考に唯一残ったラブコメ作品である。シュレッダー寸前だったところを良心的な編集者によって出版にありつけたという。 出版にあたって大きく改変された。神と悪魔の生存をかけた全面戦争。神の勝利により、悪魔サタンは長き年月の眠りにつき、21世紀を迎えた。サタンの魔力によって誕生した使い魔リリスと共に、いたずら同然の悪事を起こしながら、世界中に散らばる悪意を自らのエネルギーとして収集して、完全な復活のために動いていた二人は、 ひょんなことから相沢悟るという少年と出会うことになる。そんな彼に、サタンは興味を持ち、リリスと共に、セ蘭高校に、双子として転入する。第一巻後書きより、物語は、基本的に、リリスの一人称で進む。 2008年6月10日初版 ISBN978 から4から04から867,095から12008年9月10日初版 ISBN978 から4から04から867,214から62008年12月10日初版 ISBN978 から4から04から867,421から8ありがとうございます。